お笑いタレントの中山きんに君が、自身の筋肉ギャグがツボに入り笑いが止まらなくなってしまった NHK のアナウンサーに感謝のメッセージを送った動画。実際の放送事故シーン。NHK のアナウンサーを笑わせるとは、NHK 福岡のニュース番組、61、福岡で2021年12月7日、きんに君が福岡市東警察署の一日署長を務めたニュースが取り上げられた。報道陣からの振りに応じおなじみの筋肉ギャグを披露した VTR が終わると、スタジオの市橋忠幸アナウンサーは笑いが止まらず、次のニュースを読めなくなってしまう。この様子を収めた動画がツイッターで話題になると、きんに君は8日のツイッターで、ニュースを読んでいただいた、NHK 市橋忠幸アナウンサーありがとうございました。パワーと感謝のメッセージを送った。市京アナは番組の最後に、先ほどはすみません。笑ってしまってニュースちゃんと読めなくて本当にごめんなさい。気をつけます。と謝罪している。この一連の出来事には、きんに君、NHK のアナウンサーを笑わせるとは、いやもう、好感しかないです。アナウンサーさん、これ見て一生笑えそう、など絶賛の声がツイッターに相次いでいる。